皆さんこんにちは。レック専任コースの友継です。さて今回はこちらですね。はい。お盆特訓宅建試験全範囲超速確認ということで、こちらの講座の方のご紹介をさせていただきたいと思います。さあまずこのお盆特訓、毎年やっている講座なんですけども、まずそもそもどういう講座なんですかって話なんですけども、もう本試験2ヶ月前の段階になりました。言った時にですね、まず一番最初にやっていただかなければいけないのは、ご自身の苦手範囲がどこなのかっていうところを明確にしていただきたいんですよね。で、いやそれは分かってるんですよ、私ここのところが苦手でね、いやここはある程度できてるんですけど、意外とこれってずれてる場合があるんですよね。本人は苦手と思っていても実はある程度正解できたり、自分はできると思っていたんだけど、あれあれ問題を解いてるとなかなか正解できないぞというふうになってったり、そう、自分の認識と実際の苦手、ね、得意っていうのが若干ずれてる場合があるんです。ってことはそこを正確に把握しておかないと、やっぱり直前期の勉強に支障が出ますよねっていう、そういうお話になってくるわけです。ということはまず最初に何をしなければいけないのか、全範囲の健康診断的にですね、自分がどこが苦手なのかっていうところを出していく、ね、しっかり見極めていく、これが重要になってくるわけなんです。ですのでそこをですね、やってしまおうという、そういう講座でございます。はい。でですね皆さん、はい、宅建試験の中にはですね、大きく分けると3種類の問題があります。絶対に落とせない問題、合否を分ける問題、それから難問、捨ててもいい問題ありますと。さあ皆さん、どの問題をやりたいですかね、っていうふうに言うと、ほとんどの人がですね、いややっぱ合否を分ける問題でしょ、ここをしっかり取れるかどうかで全てが決まってるんじゃないですか。はい、もちろんそこはあるんですけれども、実は今回このお盆特訓の問題、この合否を分ける問題は1問も入っておりません。もう全てこちら絶対に落とせない問題、これのみで構成をしている問題です。ですので絶対に落とせない問題を次から次へとやっていくということは、そこで落としてしまったってことはイコール苦手分野ってことになりますよね。そう、ここで苦手分野をあぶり出すんだったら、やっぱり絶対に落とせない問題をまずはしっかりと取っておくってことなんですね。でちなみにですね、大体絶対落とせない問題が、年にもよりますけれども、大体30問前後じゃないかな、合否を分ける問題が大体10問前後じゃないかな、難問、これは捨ててもいいでしょうっていう問題が大体10問ぐらいじゃないかなっていう割合で出てきます。もちろん年にもよりますし、この割合によって、合格点っていうのも変わってくるわけですけれども、はい、大体平均するとこのぐらいかなっていうふうになります。ですので、まずは30点ぐらい取れるようになろうよっていうのが、一番最初に目指すべきポイントになってくるわけですよね。コンスタントに30点ぐらいをちゃんと取れるようになっていこう。でそのためには苦手分野があったら、やっぱりそこはね、落としてしまいかねない。じゃあそれをですよ、全分野きちっとね、解いて、そして自分の弱点分野探していきましょうよってことなんですけども、はい、これですね、やっぱり8月の中旬ぐらいに1回やっといた方がいいんですよね。はい、やっぱりお盆休みぐらいがベストです。お盆休みぐらいの時にですね、しっかりですね、全分野の、問題を解いてみるっていうのがベストなんですけれども、はい、これね、じゃあやっておいてくださいっていう風になって、はい、やっておきますっていう風になってくれるんですけどもね、返事の段階では。ただじゃあ実際やりましたかっていう風にやるとですね、やろうとは思ってたんですけどね、権利関係の半分ぐらいまで行ったんですよと。でもちょっともうスタミナ切れっていうんですか、明日やろうと思って明日続きやろうとしてもなかなかねっていう風になってですね、結局できなかったって方が結構多いんですよね。はい、ご自身でできますかっていうと、できるっていう方結構多いんですけれども、実際やってくれないっていう方が結構多くて、でそうすると苦手分野が不明なまま9月に突入してしまうってことになるわけですよ。それは避けなければいけないよねってことで、はい、こんな人におすすめ、お盆休みの一人勉強はついサボってしまいそう、お盆なんて誘惑いっぱいあるわけじゃないですか。
ね、ということになってくるとね、なかなか宅建試験の勉強ってね、他にも優先順位の高いものがいろいろあるとやっぱりそっちに集中してしまうんですよね。そう、例えば考えてみてください、ね、まあお仕事とかがあるっていう方もね、まあいらっしゃると思います。もうそこはちょっともうしょうがないとしてもですね、例えばね、他の用事とかもいろいろあります。で、行った時にですね、なかなか宅建試験の勉強を優先させるって難しいんですよね。でもやっぱりね、こういう機会があれば、やっぱりこういう機会で申し込んだんで、せっかくだからちゃんとやらなきゃっていう形で、やっぱりね、そこの時点でモチベーションってやっぱり変わってしまいます。ですので、ここで一回やっておくのはもう本当におすすめってことになります。はい。そして、まあ模試の時期がね、これから9月10月始まってくるわけじゃないですか。模試の前に全範囲の基礎確認をしておきたいっていう方ね、それから独学でやっていたんだけども、なんかちょっともう挫折気味で何が基礎だか分かんない。そう、独学の方って結構ね、悩みとして多いのは、基礎を固めなさい、基礎を固めなさいっていう風に、まあよく言われますよね。よく言われるんですけども、まあこう結構悩みとして多いのが、何が基礎だか分からないっていうような、お声が結構多いんですよ。だから今回、お盆特訓、なんと絶対に落とせない問題、つまり基本の基本の問題だけを扱っていくわけですから、まあここが基礎だっていうふうに一言で言えるわけですよね。はい、そういうですね、イベントでございますということで、で実際ですね、今これ収録してるんですけれども、ちょっとこれのね、ちょっと前まで、ここのねウェブ視聴のためのね、このお盆特訓の講座のやつをずっとね収録していました。でちょうど今収録が終わった段階です。はい、全範囲の収録が終わったぞって段階なんで、まあ、今手元にねちょっとねお盆特訓のテキストとかあるんですけれども、まあ、見てください。はい、こんな感じです。はい、まあね、単元ごとになっておりまして、もうひたすら一問一答、もうひたすら丸×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 ね、丸バツをつけていくっていうですね、そう、これを全範囲1日でやってしまおうっていう、そういう企画なんですね。はい、8月15日月曜日9時30分から17時50分まで新宿エルタワー本校にて実施いたしますということになりますので、ぜひですね、まあ、こちらの方本当にこれね、一問一答、まあ、数えてみたんですけど350問弱あります。はい、340何問かだったかな、確か、350問弱あります。さあ皆さん、1日で350問の一問一答解いてくださいって言って解けますかってことです。はい、なかなかねこれをねできる方ってのは少ないっていうことになりますので、ぜひですね、まあ、こちらいらっしゃってですね一緒にやっていきましょう。でこれ実はこの8月15日9時30分から17時50分新宿エルタマン本校でやりますが、ここの講義をそのままです。そのままズームで流します。はい、ズームで全国に流します。ですので、新宿エルタワーでやっているその臨場感そのままね、全国どこでも受けられるということになります。ですので、ね、新宿遠いけれども行けないけれどもね、でもやっぱりね、一日しっかり集中して勉強したいって方ね、はい、ご自宅でもできます。はい、ご自宅でもですね、まあ、やっぱりね自宅でやるって言ってもね、やっぱり一人黙々とやるのとね、画面の向こうにね一緒に頑張ってる人がいるっていうのとではね、やっぱりモチベーションも違いますし、もう疲れた嫌だなっていう風になった時に踏ん張れるかどうかっていうところが違います。スタートの段階はね結構ねあんまり変わんないんですよ。スタートはねどっちでもいけるんですけども、もう辛い苦しいってなった時にやっぱりこれね、同じ時に勉強してる仲間がいるっていうのはやっぱり強いですので、今ね、新宿では一緒に頑張ってる人たちがいるんだ、じゃあ画面の前だからといって私も手抜けないぞって言ってそれでね、頑張れるってところありますので、ぜひねこれ、8月15日はい、一緒にね、頑張っていきましょうということになります。でですね、まあ、もしねその8月15日は無理なんだけども、やっぱりまあね、しっかりこう学びたいっていう風にね、全部の基礎知識確認したいっていう風になったら、まあ大体一問一答、さっきも一問一答が大量にあるって言いましたよね。はい、でも巷のね一問一答集って大体、まあ、700足から1000足ぐらいあったりするんですよね。やっぱり1日じゃきついっていうことになるわけですよ。それをまあ今回ね350足、まあ、弱ですけども350弱に絞り込んだっていうことになりますので、はい、まあ1日でやるにはね、なんとかギリギリできるだろうと、
はい、まあ、やっぱりこれがね400を超えるとね1日でやるっていうのはきついので、はい、そう、つまりもう本当にね健康診断だったら本来だったらそのね800なり900なり1000なりっていうね、その一問一答一冊全部解かなければいけないっていうところを本当に重要な問題だけをピックアップしたまあ350問ということになりますので、まあそれをね、8月15日、以外のねこの日はちょっと厳しいんだけどもそれでやりたいって方はこちらね、ウェブ DVD こういったものもありますので、はい、こちらの方でですね、まあ、ご自身でね、しっかりね時間を決めてやっていただくというそういうチャンスにしてですね、まあ、これから直前期を有意義に過ごせるようにね、やっぱり模試の季節が始まるとね今度は模試の点数っていうものに結構左右されてしまいますので、自分の苦手分野云々というより模試の点数を伸ばそうどうしようっていうねそっちの方に気がいってしまいますので、そうなかなかねこの、絶対に落とせない問題の確認ってできなくなってくるんですよ。やっぱりね9月以降はやっぱりねどちらかといったらこっちの方こっちの方って合否を分ける方合否を分ける方っていう風にやっぱりまあ気持ちもいってしまいますので、もう基礎を固めるある意味ラストチャンスということになりますね、今が苦手分野の基礎を固めるラストチャンスということになりますので、ぜひね、一緒に頑張ってやっていきましょうということで、はい、まあ、ご検討の方お願いいたしますという、まあ、そういう動画でございました。それではですね、短い時間ではございましたが最後までご視聴いただきましてありがとうございました。できましたらね、まあ、こちら8月15日もしくはウェブ DVD の方でまたお会いできるのを楽しみにしております。それではどうもありがとうございました。